だとしたらばこんなゲームはどうっていうことでね、まあ本日はゴミ屋敷脱出ゲームっていうゲームをねプレイしたいと思ってるんですけども、ワイワイと申します。よろしくお願いいたします。まあこのゲームね、最近出たゲームでして、まあ、全然何もわからないんですけれども、まあもう本当に4デジのごとくゴミ屋敷っていうのがまあテーマっていう、非常にふざけたゲームらしいんですけれどもね、まあ一回やってみたいと思うんですが、はい、第1章さざ波が聞こえないですか。はい、耳が悪いってことでいいでしょうか。はい、あれ全然見た感じゴミ屋敷ではない感じですけど、非常にね、あっ、おう、ちょっと待ってくださいね。最近ちょっとホラーゲームをしすぎたんでちょっとびっくりしてしまいましたけれども、なんかもう動きがだいぶカサカサするんですが、スキン1、はい、あなたですか。あなたスキン1、はい、清掃業者を叩いた、はい、まあ清掃業者といっても何年もやみたいなもんさよろしくお願いしますはい、よろしくお願いします。武井さん、武井さんよろしくお願いします。武井さんちょっと僕相入れない感じの、はい、タイプの方っていうか、一緒にはもうどう仕事できないかなとは思ってるんですけども、よろしくお願いします。武井さん相当うるさいな。武井さん、この方はブルースーとスーツフリー、はい、松岡さんですか。どっから喋られてますか。え、私は何岡さんってこれなんて、はい、そうです、よろしくお願いします。違います。じゃあもうちょっと読めへんけれども、はい、そうですにしようか。はい、そうです、はい、よろしくお願いします。あ、これが私の声ってことですね。この地域を担当している地元と申します。はい、地元、よろしくお願いします。この地域を担当してるのに地元って言うんですか。頑張ってください。武井さんの会社で働くんですね。武井さんの会社なんですか。これが武井さん会社なんかできますか。で、僕の名前は何なんですか。僕の名前全然わからないんですよ、基本的には。これどうしてですか、武井さん。ゴミを分別しないといけない。ゴミを種類によって集積場が異なる、はい、そうですね。ゴミ箱の色で判別しろ。燃えないゴミは灰色だ。燃えないゴミは灰色、はい、燃えるゴミは赤。リサイクルゴミは緑色。ゴミは多いな、多いな、多い。いやもう多いし、メモかなんかくれません。武井さんちょっと、武井さんちょっと落ち着いてくれません。まず武井さん、そもそもね、武井さん、もう一個も頭に入ってないんですけど、なんか、あれなんですか、こっちからはいけないんですか。こっちには進めますよ、武井さん、これ。武井さん、そのチュートリアル的なこととかはないです。別にないですよね。まあ、あってもする気ないんですけどね。よし、じゃあ行きましょうよ。行きましょう。あなた、地元、ここを守ってる地元さんでしたっけ。まず初めに。はい。深野さんという家の工場から周波数合ってません。すいません、地元さん、僕多分地元さんと耳の周波数が合ってなくて、ほぼ何言ってるかわからないんですよ。すいません、地元さん聞いておられます。地元さん全然内容分かんなかった。深野さんが何かって言ってましたよね。武井さん、武井行きましょうよ。もうただしリサイクルゴミは燃えるゴミは注意が必要で、中身を残っていたり、前回の続きみたいな感じで言うてますけど、武井さん飲んだりできるものを燃えろ。ちょっと今噛みましたよね、武井さん。なんでそんな日本語下手くそなんでしょう、武井さん。まあいい、とにかく、リサイクルゴミ、燃えるゴミは注意しなきゃならない。中身が残ってたりとかするから、そういうのはちゃんと処分しろよってことやな。はい、でつまりゴミを飲んだり食べたりしろ。いやいや、そういうことじゃないじゃないですか。違いますよね。ゴミを飲んだり。あ、これ私の声ですか、これは。そうだ、ちょっと確認してみてもらっていいですか。ちょっと、そうだじゃないでしょうね。食べるわけないじゃないですか。行政から指導が来る。はい。いや、それ、いや、処理、そういう処理じゃなくて、なんでそこで行政とか使わんでいいんで、ね、武井さん。すいません、武井さん。頼むんで動かないでください。画面的な問題があるんで。で、だから行きましょうって、もう。なぜマスクをしてるかって。言ってないし、すごい誇りを吸うんだ。はい、聞いてます。まあ、でもそうですよね。それは、はい。それ臭いですしね。そうですよね。専用の機械で穴を開けてから粉砕する。はい、画面組は寸脚王に約20分の1になる。はい、4軒分のゴミ処理に1年間に約2兆円かかっている。はいはい、国民一人につき年間1万円以上だ。はい、だから税金がかかるのだよ。武井さん、武井講座始まりました。武井さん、僕は掃除しに行きたいんですよ。行ってくれません。武井さんの会社なんですよね。プラスチックは燃えるゴミらしいよ。以前は燃えないゴミだった。はい、
そう、そうなんですか。石油なので、はい、本当は燃える。工場の温度が低くなるため、プラスチックを燃えるために入れた温度が上がったらしい。バイオキシンというのが社会問題になったから。バイオキシンは中途半端な温度で焼却すると出る。中途半端なんですね。浸透した温度で焼却してるので、はいはい、最近は相互悪くなった。ゴミを燃やすときにできるバイオキシンや排ガスが出ることで、はい、突然にも気をしている。生ゴミを燃やすのではなく、発酵させてバイオガスを出すような施設もある。何もかもが無駄にできないんだ。うちの地域でプラスチックを燃えないゴミを、いまだにプラスチックを燃えないゴミにしてるので、武井さん仕事しに行きません？うちの地域は遅れている。仕事しに行きましょう。分かったんで、ちょっといやもう、そういうゲームじゃないですよね。ゴミ屋敷を脱出していくっていう、ま、町に、はい、え、戻るって言ったって町から始まってないんで、え、これ町ですか？早速会った住民がこれですか？僕でおしゃべりかけられますか？あなたはイノシシさん、え、なんでボール出てきたんですか？どういうことです？これなんでボール出てきたんですか？全く理解ができないですよ。こうクリックしたボールが、あ、また大きくなったんじゃないですか？これクリックしたボールが、違うか。これ何です？この丸くなるボール、これ何です？これ。全くわけわかんないなぁ。あ、違う。こう、普通のところを押したらこう出てくる、これ。ほら。こうじゃない？あ、これほら。これ来るんじゃない？じゃあ。こうやってやったら。あ、ほら、来るやん、来るやん。謎の機能を手に入れてしもうたわ、これ。めちゃくちゃ舞台はアメリカだが国旗は日本みたいな感じがするけどね。はい、すいません、失礼します。ここはどちらの家でしょうか？あ、これちょっとだいぶうるさいですね。これごめんなさい、一回切ってもらえません？すいません、ちょっとごめんなさい、お話聞いていいですか？進撃の巨人されてるとこ申し訳ないんですけど、お掃除クリスタルの今日名前ちゃうかったんかよ。お掃除クリスタルの肘岡です。手何？肘岡？間違った？間違った。わせおかです。ま、いや、わからへんけど正しいのか。待ってたん、ほんと前も。夫の家は大変なことになっています。で、なんで何がどう大変になってんの？何がどう大変になってますか？何があって、お掃除屋さんでしょ？なんか喋ってるで、後ろで。お見に決まったんじゃない？7、8月頃ですので。いや、もうなんか違う番組が後ろで始まってしもうてて、それが入ってんのよ、今。音に。費用は一部屋で3万から10、だいぶ合わないこれ、3万から15万。費用は一部屋で5万円ぐらいです。いやいや、違うで、3万から15万って言うてんで、ちゃんと伝えて。住居が、廃棄物で通常の生活が、おい、読まして。何、どこ、兄の部屋やったっけ？誰かの部屋がなんかあれになってんやったっけ？っていうことですよね。じゃあ、これ、私は上に行けばいいですか？上に行きますね。じゃあもう。はい、ここは。これはチェア、左手で取る。左手で、この右のボタン何？これ、Q？ これ。あとた、左手で落とすだけ Z、はい。こんな感じで。あ、こうやって、これこういう風にこう、はけていけってことを言ってんの？はけていかないといけないよみたいなこと？これオープン、あ、オープンもできひんわ。これなんか持って、これを貯める、ちょ、カップスナック、ちょ、テレビ消して！もう何もわからへんねんから、ボタン飛んで、マウスどっちかにして。よし、これちょ、一回どっかやる。はい、これで開かへん？あ、開いた、ほら。あー、もうお兄さん、えらいことになってるわ。お兄さんすいません、ちょっとお話をお伺いしたいんですよ。今相当ゴミ問題がひどいっていうのをお伺いしてて、弟さんから。ドアを一回きれいにした状態で、はい、これでオープンにした。はい、これでほな、お兄さんちょっと一回、あ、お話聞かせてもらっていいですか？お兄さん、あか、お兄さん話できんよ。お兄さん話、なんか黄色い丸出てくるなんやろうな。説明欲しいな、説明欲しいわ。これをで、どんなにする、何をしたらいいんですか？そのなんか目的みたいなのが全然わからないんですけども、一回じゃあこれ整理しましょうか。これゴミをどうやって、これゴミ捨てたらいいんですか？落とすってことはできるんですけども、この落とすんじゃなくて、これね、何かでゴミだから、ゴミ袋とかそんなのがないと捨てるにも捨てられないと思うんですよ、お兄さん。ちょっと待ってくださいね、一回。武井さん、ここもうなんかすごい動画とか、なんか、なんでこっから出られへんなって。いや、ここ混んでって、そこは、うん。ちょ、一回武井さん、返して、武井さん、うちの。あー、区画が狭いな、ほんで。おい。オフィスに、オフィス、ちょっと、こう、かわしましょうかって書いて、オフィスじゃないとは思うけど。武井さん、
武井さんちょっと教えてくれないと。大野町地域包括支援センターから依頼を受けて業務を受注している。担当者とか受けてるんですね一応。はい、じゃあ行きましょうよ武井さん。最終処分場である埋め立て地は、はい、谷や海に作られている、はい、江戸時代にはゴミの埋め立て場と神殿開発と呼んだ、はい、明治や汚染掃除法テスト期間中じゃないんで今僕できるだけゴミは焼却する量を決められた。別にもうあれなんですよ、10年ぐらい前にはとうにテストなんてもう卒業してるんですよ。武井さんってゴミでした？もしかして武井さんってもうはっきり存在ゴミですよね。ダメだ武井さん話なんね。ゴミ屋敷に使った貴重品は、はい、ショップで売ってくれ。ショップで売るんですか？ゴミの貴重品は、はい、手数料を2割取ることができる、うん、いやなるほど。ゴミを売ってショップで売った残りの金額を渡してくれ、うん、めんどくさいな。ちょっとね、一個だけ聞きたいんですけど、まずね普通の、その、普通の流れっていうのが分かんないんですよ。うん。だから結局ここに戻ってくることの、まあ、イノシシもこんにちはやねんけれども、まあ、ここの家はとにかくもう手をつけたくなくて、二度と、もう、あ、ここにお兄さんもバタバタしてはるし、まあ、それこの家は、一応、行かなあかん家なんよな。ただ、こっちの家とか、こっちの家とかもいっぱいあって、それなるだけ小さい小さい家から行きたい。すいません、失礼します。すいません、あ、ここなんか書いてるよ。うん、ピッピッピッ足していけニュー足していけね。うん、936。ああ無理無理、もう無理やわそんなん。なんでちいちゃなんねほんと G が数字は大きなって言ってんのに、もう無理やでって。だから俺はうん、そう、もう3つでも無理なんやから。なんで右寄ってんのほんで、それ真ん中でええやん。もう無理やでって言うてんねんから、おい答え出せ答え、ほんで答えよ。あ、住人の、あ、住人の方すいません、ちょっと突然お邪魔して。掃除クリスターの社員さんなんだって。はい、そうなんですよ。あー、そうなんですか、あの武井さんの。へえ、じゃあ武井さんの弟さんっていうことで、武井さんってことでいいんですかね、僕は呼び方としては。なんかお掃除とかいらないですか？いらなあかんことが全然わかんなくて。俺もゴミ収集車で働いてたんだ。はい、ゴミは生産工場で焼却や分解してできるだけ小さくするよ。できるだけ小さくするよって。違うんですよ、もう、はい、中間処分場と呼ばれ、見捨て置き場のこと、ね、最終処分場と呼ばれ。武井さんっぽい感じしますもん。お兄さんそっくりっていうか、やっぱ血は争えないって、こういうことですよね、武井さんね。武井さんの弟さんはでもやっぱりこうゴミのね、あれに携わっていただけやってか、めちゃくちゃ綺麗な家されてるっていうことですよね。タンスがもうこんなフィンで、え、どうしたどうした、どうした？どうしました？コップ。なんか事件ありました？え、なになになに？なに？二の人を許可なく、人の家に入ったらいけませんか？軽い罪でも迷惑防止条例だなって。はい。君も注意した方がいいよ。じゃあ教えてもらっていいですか？わかりましたって。同じこと言わなくていいですし、名前なんですこれ。ポリスボーイスリム127って何ですね。どっから喋ってんですか？じゃあ教えてくださいって言ってるんですよ、ポリスメン。ポリスメン教えてほしいんですよ、じゃあすべきことを。はい、分かってますけど、ポリスメン、これイノシシなんかこう黄色い、分からんけどクリックした黄色いとこ、これ黒いイノシシの機能があるんよ、ポリスメン。ポリスメン、それなんとかしといてね。でここを行かな、なんとかしゃなあかんってことだな。ほんなここうるさいけども非常に。はいはい、これほんななんとかしよう。お兄さん、お兄さんの部屋、うん、うるさいなお前。はい、分かりました。はい、おっと、お前女な。はい、飽きました。もうそれをどうしたらいいんですか？少しでもいいのでテレビを見てもいいですか？食事には気をつけてますか？旦那さんに、いや別にそれも聞きたないわ。どうしたらいいですかが聞きたいけど、旦那さんについて教えて。じゃあ旦那さんについて教えてください。はい、私の夫、カリスミ殺しよ。そんな一番どうでもいい情報なんで、一番どうでもいい情報で、それめっちゃ邪魔なんですよ。そう、何の動画か知らない、この草の専門家みたいなおじさんの話めちゃめちゃ鬱陶しいんすわ。だからこの枝の軸の途中でこれをだからこうしましたって、これを言ってどうしたらいいんですかって話。切り詰めるか、切り詰めたい、切り詰める話はええわ。もう切り詰めて切り詰めてって、ややこしいこと言うなお前。草の話してる時に切り詰めてるから、切り詰めしたら向いてへんって。切り詰め、切り詰めるっていう言い方をするんだ。密にしたくない場合は切り戻しで、なんやねん切り戻しって言うんで、ややこしい言い方するわ。向いてへんって。だからお兄さんこれね、お兄さんじゃあ夫
旦那さん、旦那さんこれさ、旦那さんこれどうやったら俺はゴールなの、このこれを、旦那さん俺はどうしたらいいの、これ食べたらいいの、これを貯めたとしよう、じゃあ貯めました、インベントリーに、でインベントリーに貯めたものを俺はどうやって開くんや、あ、ESC でアイテムあるぞ、だからこれをコンシューム、あ、これ食べろって言ってんの、これこれは食べれへんわ、これは食べれへん、これ食べ、これは食べていたいの、常に食べれへんって言われてるで、今2個食べたけど、なんで食べれへんだったん、お腹いっぱいとかそういうこと、これ違う違う、落としてるだけやん、コンシュームって書いてあったやん、これ食べたんか、え、ってかゴミ箱とかないのか、このこれをどっかに入れるみたいなことないか、せめてしたら話分かれ、イノシシ頼むって、マジでイノシシ、これをここに入れるとかそういうのない、これここにも入らへんって言うんやって、いよいよやで、でもいやない、ここにも入らへんって言って、いよいよ何するか分からへんなってきたぞ、一応ほな旦那さんこれね、旦那さんこれ食べれるもんをまずはほな私がなんとかこう食べていきます、食べていかしてもらいますね、ほな取るって右下に出てきてるやつと、貯めるっていうのが出てきてるやつがあるな、こう貯めるっていうやつをとにかく俺は貯めていこう、一旦ほんで食べるんじゃない、オッケー、じゃあある程度これ取ったんじゃないかな、よし、ある程度取ったと思う、アイテムを、うん、もう見えてへんけどね、アイテムは見えて、もう取った取った、うん、で取ってそれを、これは何、ディフェレントタイプ、あーなるほど、ちょっと待てよ、まずアンバーネイブルトラッシュイズグレイ、燃えないゴミはグレイで、燃えるやつは赤やな、燃えないやつはグレー、燃えるやつは赤、ほんでレシクレイブル、これなんやろ、これ分からへんけど、なんかそれはグリーンブルーっていうのがあるわけやな、まずそこにゴミを持っていきましょうっていうことを言ってはるわけやな、はい、もうごめん戻って、もう、あー、もうごめん戻らんもんなった、あ、これリスポーンあるやん、刑務所、刑務所に行かへんよ、なんでリスポーンって刑務所に行くんよ、違う、これを消して言うてんの俺は、な、簡単なこと言うてんの分かる？おいさんがこれ今、おい消せって、ほんでなあ、なんで残んねんこれ、ほんでもう刑務所行くわ、俺行ったら刑務所、うるさっ、なになになに、あか、画面動かせへん、ほんでなんでこんなうるさくて、え、刑務所ってこんなしんどい、ちょっと待って、画面がうるさい、うるさい、もううるさいわ、画面動かせへんわ、でこれ何したらいいん、じゃもう一回終わるわ、もうなんやねん、よし、じゃあまずは、あー、はい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 、わかりましたよ、これがまず緑なんで、リサイクルゴミ、これがリサイクルゴミで、この灰色が燃えないゴミ、燃えないゴミが灰色、赤が燃えるゴミで、青が、大型ゴミということみたい、だからここに荷物を持ってくるということで、やっとこれで捨て方が多かった、ただし食べ物の場合は、食してから捨てることと、おいうことやね、やっと分かりましたよ奥さん、よし、じゃあ掃除していこう、まずこういう、これが大型ゴミやと思うな、こういう大型ゴミに関しては、何、大型ゴミは青色なんで、おい、なくなったぞ、あれ、ゴミなくなりましたよ、すいません、もう話が違うんですけども、今のでいいっていう感じですかね、いいっていう感じなんでしょうかね、でここら辺の細かいものを、まあ、一応全部持つことができるから、そういう持つことができるものに関しては持っとくと、所持しとくと、でまとめて捨てれるってことじゃない、じゃあすいません、ここのた、何どうした、警察来てますよ、どうされました、誰が悪いことしてるんちゃうか、おじさん教えてみ、何事件あった、どうしました、ポリスメン、家に入って、うん、そうやね、うん、そりゃそうやわ、うん、軽い犯罪でも、そうやね、え、何、僕のことを言ってますか、僕はでも業者で、清掃業者として清掃してますんで、僕のことはもうほっといてください、すいませんね、ごめんなさいね、ポリスメン、警察なんで軽率な行動は控えてくださいね、ああ、またラップ出てもうた、よし、じゃあ早速ね、やっとやることが多かったんで、あの、そもそも私は綺麗好きといえば綺麗、まあ、片付けるのがね、あんまり嫌いではないんですよ、こう掃除系のやつっていうのは嫌いじゃなくて、だからまあこっからはがぜんやる気満々のというか、どこかちょっとつかみつかみで手探りな部分が今までの、何今やっ言うたやん、さっきだから、だから俺でかいねん、まず音がサイレンでかすぎるやろ、お前警察だけにな言うて、
どうした？会社の態度が悪すぎるね。会社の態度が悪いって。え、何？何のことを言ってあるんですか？え、なんかおっしゃってることが全然意味わからないですよ。もう不法侵入はしてないじゃないですか。だから、ねえ、聞いてくださいよ。どこ見てんだお前。左上ばっかり見やがってこの野郎。なあ、うん、だからその130条が波乱万丈か知らんけど。そのだから、いや僕はだからさっきから言ったように、その清掃業者としてこっちに来てるから、なあ、バカなのかお前は。おい、バカ。よし、じゃあ気を取り直して、まずは初めての、この、まあ、ゴミを入れてみるということで、これが多分、ああ、粗大ゴミ左側に出てきたね。なるほど、これで捨てられたってことなのかな。今、大きいのを捨てたよね。あれが、あの、青い粗大ゴミのところってことなんで、初めて1個やっと、ゴミを捨てることができた。ただ私自体はアイテムにいっぱいこれ今もう手に入れてるんで、これ今週もって何やろな、こんま食べるのかなと思う。これをこういう風にこう飲んだりとかしていったら自分の足元に出てくるんだと、ゴミが。これをそうだ、これがリサイクルゴミなんやったら、あほらリサイクル、あよかったよかった、刑務所には行かへん、刑務所には行かへんよ。なんで言い方、なるほど。だからこれ緑のゴミがリサイクルゴミだよね。だからこの近くで俺が飲んでしまったら落ちた瞬間、ほら、なるほどね、これは便利やわ。だからここでもう飲み食いしてっていうことで缶もなる。あーなるね、ナイスナイス、これは分かりやすいわ。っていうかこれも適当にさ、わーってもう一個のまず、あーちゃうの、ちゃうやつはちゃうってなんのか。いやだからこの灰色はあの燃えないゴミなんですけど、この燃えないゴミの場合分からへんやん、どれがっていうのが厳密に一回確かめるってことで、この周りで全部食ったらいいんじゃないかなと思って、それらしきものまで。うわっ、うっさ、びっくりした、なに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 やねん、めっちゃうるさないこのおにぎり。え、おにぎりってこんなうるさかったっけ。お、いいぞー、これはようやくわかったからね。まあでももしどっかに1個例えばチロッと落ちてるとか、ただ机の下に落ちてるとかね、そういうのだけを後はケアするぐらいで、もう仕組みはシステムはやっとわかったから、これはいける。これさ、旦那さんもちょっとは手伝おうとしたら、自分でやったやろ。旦那さんなんかしたらエアギターしてる場合じゃなくて、何戦ってんの、何かと戦ってんねんな。戦った方がええわ、ほんとだ。戦え社会と、向き合え自分と。え、っていうかさ、この持てないものをさあ、俺今からちゃんと一個一個手で持っていけって言ってんの、やばない？言うてること。ちょっと待って、普通にさ、え、普通にな、これ、ん？またあいつじゃん、もう。ちょっと EDM みたいにすんのやめて、ほんで。なってますよね。アレンジみたいな入れんでいいから。今仕事中なんですよ。こっちうるさいな。何？どうした？お疲れ。あ、今日また違う人じゃないですか。動くな。え？嘘。部屋がね。普通だ。あれはレジオだ。住居侵入罪で。いや、住居逮捕。いやいや、そんなわけないじゃん。だから清掃、ね、依頼されてきてるんですよ。僕は。ちゃんと仕事してるだけなんで、それは拒否です。すいません。うるさいね。だからこれなんで。ここなんやねん、ここもう鬱陶しいな。なんで金払おうってゲームこうってこんなにうるさされなあかんの、ね、しんど、マジでマジでここほんまにいるだけでしんどい。あぉ、なになに、え、なんです、どこ連れてくれます、僕もうこのうるさいのなんとかってくれますね。ほんまに申し訳ないんですけど、喋らへんじゃん、出てくんなと思って。お前もなんやねん、これなんとか頼むの、なんとかして誰かどうしたらいいか分からへんねん、これ待ってたらええんかどうかも分からへんし、これはもう捕まったってことでいい、拷問を受けてるってことでいいねんな。俺はなんかすることあんのか、これ。え、なに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 なやねん、ここ。うわ、むっちゃゴミや、なにこの、これ毒棒。あ、なんかそこはなんかおかしいことなってるから、その音がえらいそこでなって、それがバグってんやねん、そこで。あかん、うるさすぎる、マジで。もうなんとかしてあげてん、そこ。あかん、なんかわけわからへんの来てもうたわ、ほんで俺。何？ちょっと出して、頼むから。よし、ちょっと、やり直しましょう。やり直しましょうっていうか、だから、ちゃんとしてください。はい。
もうそれだけ僕から言えることは本当それだけで、僕真面目に本当にゲームショットをしてるじゃないですか。珍しくね、僕がいつもふざけてる側の立場なのに、今回はあなた方が非常にふざけるから、僕はちゃんとやろうとしてるんで、深野さんも深野さんち言うてくれないと、警察の方に。僕がまるで悪いことしてるみたいになるじゃないですか。はい、だから3から15万ね、まずね、以上に、いやそれは僕が決めることじゃないですけれども、はい、これで大丈夫ですか。じゃあやらせてもらいますよ。はい、お願いします。一日よろしくお願いします。やっとや、これでやっとできるわ。なんか今の契約書みたいなのがいるってことよね、多分ね。でこれとかがちょっと何ゴミかが分かってないのよな。これリサイクルでもない、不燃でもない、可燃かな、あ可燃やな、奥部分で。まあでもこれはもう一個行くしかない。なんと早送りしてでもこれは今日は第一章完結させてみましょう。めんどくさいなこれこれさめんどくさいんだよな、思ってるよりもめんどくさいよ本当に。みんなが思ってるめんどくさい、そうわかるよワイワイさん、それわかりますよっていうのね。それが10やとしよう、もう10段階で10めんどくさそうやとしよう。7万はしんどいねこれ。ただちょっと俺楽しくなってきたかもしれない。なんかこの勝手にファってほら、勝手に燃えないゴミだとか言ってこうやって吸い取ってくれんのよね。あこれなんだ、じゃあこのジョイスティックなんだろう、このジョイスティック燃えないゴミじゃないかな。えこれ何、じゃあえゴミではないってことこれ。深野さんこれゴミではないってことですよこれ。これじゃあこうちょっと置いときますねこれ。よしでは皆さんご覧ください。お掃除後の姿がこちらです。相当細かいものが多かった、まあ、この家ではございましたけれども、なんかこう一応落ち着いていられるということで、ジェイソン・ステイサムさんが大丈夫？ん？部屋の片付け、あ、そう部屋の片付け終わりました。部屋の片付け終わりました。おいでよ。それはそれで楽しかったんですよ。何はともあれありがとうございます。全然感謝の気が伝わってこへんけどどう？ちなみにね、ちなみになんですけど、部屋の中で捨てられないものっていうのがあったんですよ。それがこちら。これ。なんかこの辺りは、このバッグとかは、なんかね、捨てられないんですよ、これ。で、だからゴミじゃないんかなっていう感じはするんだけどな。これさ、例えばじゃあ、この、なんかちょっと壺とさ、金のこの皿みたいなやつを持って、まあ、ショップって言うと多分もうここしか考えられないんだけど、ここってどう？いける？両手に売れるものを持ってこないでくれ。持ってきちゃダメなんで、はい、片手にってことですか。はい、じゃあちょこの金のあれだけにしとくね。はい、金のあれだけ、はいはい、お願いします。はい、ちょっと待ってください、画面もう一回、画面じゃあ、うん、じゃあもう一回ごめんなさい、もう一回あれしてくれないと押せないんです。すいません、これで、はい、買い取りしてほしい金額をこっちで選ぶってことでいいですか。こっちで選ぶんですよね。じゃあ多い方がいいから、いやだから選ばしてもうていいですか。じゃあだからなんでその時間が、時間勝負ってことや、時間勝負いくよ。はい、じゃあこれ、じゃあ選ばさんといてくれこっちはものすごい意気込んで今、じゃあもうそれでもいいんで、それもわからないです。買い取れる金額でじゃあそっちが言うてくれたらいいじゃないですか。いやねこいつ尺に触るなー。しかしはい、どれ押してる、どれも押してるで、もう全部どれも押してるでって、これほら、そんなに安く買い取りしていいのかい、いい取引だった。いい取引だったそうですよ。でこれの2割を渡さなあかんから、じゃあ2割がもらえんやっけな、合わせだけど、ちょ一旦これ全部持っていくわ。じゃあいやーやっとややっと終わった。これでね、部屋の片付け終わりました。部屋の片付け、うん、終わりました。いやー大変お待たせしました。うん、おかげで本当によくなる。あーそれはよ
かったかもしんない。あの夫はねやっぱ病院か刑務所行った方がいいと思うんですけどね。僕もこれでもう本当にねいよいよお掃除完了とおいうことになったわけですから。え、これただどこに報告するかが分かんなくて、これあの裏のアカンもんをショップにあれからちょっと売ったんで、その買えるのかな。あ、そうそう、これ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 、あ、報告した後にね、うん、今日結構売ったんで、円で売れました。はい、全部売ったんですよ。はい、じゃあ代金をお支払いします。あ、ありがとうございます。ありがとうございました。あ、いやいや、こちらこそ本当にねありがとうございました。これ1個ずつ、あ、これ1個ずつなんですね。ゼロ、なんかゼロ円ちょっと表情化しちゃってますけど、多分バグなんですかね。ちょっとよく何個か打ったんで、10は多分打ったんで、10、これちょっと報告しないとまた怒られると思うんで、僕に。だから一回、全部これなくなるまで表示が報告しときます。長いなぁ。ありがとう。何もか分からへんもんな。でもなぁ、はい、ありがとうございました。なんかあってんぞ。おい、なんか EDM の嫌な音あってんぞ。何、どうしたの今度は。今度こそ私関係ないでしょう。僕の仕事したんだから。なんで歌えなかんねん、お前に。ボケ、何、何もしてないでしょうって。好きでも業務上横領。横領とかじゃなくて、いや、違うじゃないですか。選択肢に0円しか出てきてないのに、横領も減ってくれもないでしょう。それ違いますよ、僕は。もう出た、この部屋や。もう、鬱になるって、この部屋は。もうやめ。もうやめ。今日はもう、これ終わりしまい。もう。